トンネル抜ければ海が見えるから、そのままドン突きの三笠公園で、あの頃みたいダサいスカジャン着てお前待ってるから、急いで来いよ、俺の話を聞け、5分だけでもいい、貸した金のことなどどうでもいいから、お前の愛した横須賀の海の優しさに抱かれて泣けばいいだろう。Thank you.